今日の名言、ジョセフ・マーフィー、アメリカの著述家、宗教家。12月15日はジョセフ・マーフィーの命日、1981年です。こうであったらいいなということがあったら、そうなったつもりになってごらんなさい。これからやりたいということがあったら、今やっている気になってごらんなさい。あなたの人生に奇跡が訪れます。誰でも心の中に最も深く根ざしている願望は、自分の本当の価値を認めてもらいたいということです。だから他人の価値を認めなさい。そうすればあなたの価値も認めてもらえます。他人の成功はあなたの成功であり、他人の幸福はあなたの幸福です。そう思えるようになれるよう訓練しなさい。それがあなたにとって月を呼ぶ最高の訓練になるのです。言葉を話すとき、よく吟味しなさい。一語一語があなたの潜在意識に命令を下しているからです。暗示を軽く見てはいけません。私たちの心は暗示を大変受けやすいものなのです。ですから良い暗示を常に与えるようにしなければなりません。あなたの成功や目標達成を邪魔する唯一のものは、あなた自身が心で思っていることです。愚痴や悪口は不幸を呼ぶ呪文です。決して口にしてはなりません。いかなることに関しても他人や環境のせいにすることはやめなさい。嬉しくなくても嬉しそうに振る舞いなさい。悲しくてもできるだけ悲しさを忘れなさい。疲れていても疲れたと口に出すのはやめなさい。マイナスの事柄は努めてプラスに解釈しなさい。失敗への恐怖は成功の足を引っ張る最大の原因です。でもそれは根拠のない恐怖に過ぎません。そして失敗への恐怖感を抱く人は、実は失敗することを望んでいるのです。人を喜ばせたいという気持ちが成功につながります。笑顔には人の心を明るく柔和で好意的にさせてくれる偉大な力があります。だから常に笑顔を心がける人の未来は前向きに飛躍するのです。失敗は成功の第一歩です。失敗したことを喜びなさい。自分を愛せない人を他人は決して愛しません。現実の自分よりも理想の自分を愛しなさい。そして理想の自分で他人と接するべきです。あなたを悩ませたり悪口を言ったりする人にも平静な心で関心を持ちなさい。きっと得るところがあるはずです。信頼とは、信頼に値する材料があるからするというものではなく、まず先に信頼してしまうことです。信頼されれば人はそれに応えようとするものです。自信のない人に共通しているのは、単に消極的思考ばかりではありません。行動しないことが最大の欠点になっているのです。物語を作るのはあなたです。自分の人生を好きなように結末まで書き上げなさい。営業に成功するためには、あなたはまず顧客へのサービスに徹することを考えねばなりません。そうすればあなたの成功は確実になります。自分のしている仕事が素晴らしいものだと何度も繰り返し唱えているうちに、本当に素晴らしいものになってきます。絶対にいけないのは自己卑下することです。あなたの仕事が人に奉仕するための絶好のチャンスであると考えなさい。いつも不平不満を口にしている人のところには似たような人間が寄ってきます。そしていつも失敗ばかりしている人のところには失敗者が集まってきます。気をつけなさい。あなたが非難して良い人は、あなたを除いて誰もいません。国を、政治家を、役人を、会社を、上司を、同僚を、家族を、つまりあらゆる他人を非難することをやめなさい。
人を感動させるのは理性よりも感情です。感情に訴える方法を学びなさい。口やかましい妻というのは、夫の注意や感謝を望んでいるのです。つまりは愛情を渇望しているのです。彼女の美点を褒めたたえなさい。彼女に関心を示し、感謝していることを表しなさい。人間関係は鏡のようなものです。相手のあなたに対する態度は、あなたの相手に対する態度そのものと考えてください。